皆様おはようございます。大井香織と申します。この場では。あとも英語なんか出てきません。その場。No! です。<laughs> no! ですもう本当にあの車両の前まで。not this とかな。<laughs> もうあの流暢な英語なんかも考えてられないですので、No!No! No! とか言って。 あれはちょっと本当に恥ずかしいですね。周りの日本人もみんなもちろん見てました。私のこと、私たちのことですかね。はい、皆さんおはようございます,います、えー。私は江原優子と申します。とにかくあのエクストリームリーエクスペンシブだったんですね。ちょっとチラッと聞いた。1巻ね1000円ぐらいするんですよ。うん、それでさすがにこれはやばいって。 思ったんですよ。絶対クレームになると思ったんですね。こんな高いところに悪いガイドが連れてったっていう風に絶対後からあの出ると思ったんですよ。それでもうもうキューってキューって以こういう風になったところで、皆さんごめんなさい。ここは私が知っているところではありませんでした。あのものすごくお値段がいいので、これでやめて違うところに行きます。 はい、皆、えー、さま、えー、こんにちは。ちはえー、私あの名前は、えー、佐治博と申します。えー、土壌、えー、有名店が、まあ、浅草のほう何件かありますけれども、まあ、あの土壌うとあの四文字で書かずにあの土勢うと三文字で書いている、まあ。要するに四というあの縁起の悪い、えー、数字を、まあ、避けると縁起担ぎだと思いますけれども、まあ、そういったところを、まあ、説明しているところがあります。 もう1度ですね。お三方にですね。大きな拍手をお願いいたしますありがとうございました。